今急遽動画を撮ってるんですけど、ちょっとこれ見て、これやばくない？残り10枚のがあるんだって。やばっ。ていうかちょっと説明してる間にこれ取られちゃいそうなんで、とりあえず中に入ります。購入する。はい。でこちらはあのワンピースの両翼決戦の一番くじ会場なんですけど、ちょっと怖いから購入まで進みます。はい、購入する。はい。でもうこの画面まで来ればもう大丈夫だと思うんで、とりあえずこんにちは、母ちゃんです。で今何が起こったかって言いますと、私一番くじのあのうさ丸の一番くじをやろうかなと思って今一番くじオンラインに来てたんですよ。でまあうさ丸を見る前にチラチラっとこのワンピースの画面を見てたら、なんと残り10枚のところがあって、で慌ててね録画したっていう感じなんですけど、だって残り10枚ってさ、ラストワン賞ゲットできちゃうじゃん。こんな風にさ残ってるのをさ初めて見たから、もううさ丸のことをすっかり頭から抜けてでこっちに来ちゃったんだけど、せっかくねあのゾロのラストワンバージョンフィギュアがゲットできるので、いやもうこれはやるしかないなと思って、で急遽ね動画を回して今に至ります。というわけで今日はこの、ワンピース両翼決戦の一番くじのラストワン賞をねゲットしていくという動画でございます。じゃあね早速買っていきましょう。はい、数量は10枚。てかこんなことあるんだね、10枚1回でさラストワン賞が買えるっていう、めちゃくちゃラッキーじゃない。はい、くじ券選択で、まあこれはねもう残り10枚なんで全部選びます。はい、決済に進む。はい、でねくじ券の開封画面に来たんですけど、私この前これね学んだんです。前回ね食べっ子動物の一番くじのラストワン賞をゲットした時に、これをね一個一個私くじを一個一個開封してたんですよ。でねもう早くしなきゃいけないのに早く早くってわざわざ一個ずつめくってたんですけど、この下にね未開封分を全て開封っていうねこの便利なボタンがあったんですね。なのでね今日はねこの便利なボタンを使っていきましょう。はい、未開封分を全て開封。どういうこと？なんか私バーって一気にさ出るのかなと思ったんだけど一個一個出る。そうなんだ。私なんかさもうバーってさ商品がなんていうの一覧みたいにわーって並ぶのかと思った。あ、これか、このくじ結果一覧までスキップするっていうのを押せばわーって一覧表みたいに出るのかな。ちょ、これとりあえず押してみるわ。はい、くじ一覧までスキップする。待って待ってこの画面まで来ちゃったんだけど、この画面まで来ちゃったらさ、ラストワン賞キラキラキラの画面が見れんじゃん。それまで全部飛ばしちゃうってこと？そんなことある？そんなさ、一番さ、見たいシーンをさ、飛ばしちゃうボタンなんてある？なんてことしてくれるの？めちゃくちゃショックなんだけど。ゾロのさ、フィギュア、ラストワン賞キラキラキラのさ、あのシーンを見ることだけを楽しみにさ、生きとったのにさ、こんなさ字だけになっちゃったじゃん。そんなアホな、びっくりしたんだけど今。なんか商品がさわーって一覧みたいになってさ並ぶのかと思った私勝手に。じゃ何あれさ、一覧まで進むんじゃなくって一個一個結局見ていかないかんってことなのかな。じゃないとあのキラキラキラのシーンは見れないってこと？
いやーもうほんとショックなんだけど。あ、でもこれ押したらさ見れるのかな。ちょっと押してみるわ。はい、あー見れた見れたけど、まあキラキラキラとはなってないよね。普通にあの商品の説明画面みたいなあれと一緒だ。あーショックだな。もうみんなにもさ、あのラストワンキラキラキラっていうのをさ見せてあげたかったのに、まあこんなことになっちゃって申し訳ないです。あーじゃあまあね、この選べるやつだけね選んでいこうかな。とりあえずタオルね、タオルは2個残ってます。はい、でまあ1個ずつね、これとこれ、はい決定で、次がクリアファイルとステッカーね。でこれもね1個ずつ選んできます。3、4、5、5種類か。最後だけ2個残ってました。はい、こんな感じですね。はい、じゃあ次へ。はい、でね、あのダブルチャンスキャンペーンにね挑戦してみます。これもね1回も当たったことないよね。ああ3時欲しいな、めっちゃくちゃ。当たらんかな、挑戦。はい、タップ。さあどうかな。はい、外れ。まあね、そうだと思っとったけど、これ当たらんじゃない、これ一生。はい、というわけで今日は急遽この一番くじオンラインで、ワンピース両翼決戦の一番くじを引きました。でね、見事10回でゾロのラストワン賞ゲットすることができました。いやー本当にびっくりした。あんな風にさ10枚で残す人っているんだね。まあね、あのうさ丸を引こうと思ったお金をこっちに使っちゃったので、ちょっとうさまるはね引けなくなっちゃったんだけど、まあでもね、このゾロのフィギュアをゲットできたのはめちゃめちゃ嬉しいので良かったと思います。こんぐらい楽にね、なんか他のもラストワン賞ゲットできたらいいのにね。はい、というわけで今日は終わります。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。バイバイ。今これ見てたんだけどさ、この A 賞とさラストワン賞のさ、このゾロのさ色ってさ、これどこが違うの。なんか何回見ても全部一緒に見えるんだけど、これどこが違うか分かった人はぜひコメント欄で教えてください。